そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、今日はね、今実は撮ってるのは日曜の今営業前、朝今8時ぐらいなんですけども、もうあれですね、8時、まあ、家出てきたのは7時半過ぎなんですけど、暑いよね、もうね、本当に。まだ新潟はね、梅雨明けしてないんですけど、多分今日明日ぐらいにも明けるのかな。相当暑いです。皆様のね、お住まいはいかがでしょうか。さあ、今日はですね、こちら夏なんですけど春ですね、春日のギターでございます。よろしくお願いします。それが言いたかっただけなんですけどね。春日のね、これ12弦なんですけど、72年製です。52年前ですよ。型番がね、 T813 って言います。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。52年経ってる割には状態本当にです。そして分かりますかね、こちら後ろ3ピースバックなんですけども、こちらね、そしてサイド、これハカランダですよね。まあ、もちろんこれオール合板なんですけども、まあ、ネックはまあ他に、指板は多分ローズウッドだと思うんですけども、アジャスタブルサドルで12弦。これなかなか、まあ、探すとね、これネットなんかでもジャンク品とかたまにめちゃくちゃ安く出てるんですけど、ちゃんとしっかりし弾ける状態のギターなかなかないと思うんですよね、これだけのもう52年経ってますとね。さあ、そして後でゆっくり弾きますけども、やはり音が素晴らしいですよね。そしてね、嬉しいことに今日のこの個体、どうしても12弦長いじゃないですか。普通のドレッドノートのハードケース入らない個体も多いんですけども、これがしっかり入る、多分70年代から80年代のヤマハの純正のハードケースがつきます。それではそちらの方はこちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところ見ていきましょう。まずボディートップですね、これスプルース、これ合板ですね。見てください、状態綺麗なんですよ。目立ったね、傷、大きな打痕っていうのがないですね、ほぼね。ここくらいか、ちっちゃいの。わかるかな？あ、目立った、あ、ここ、今画面中央、ちょっと、ここですね、ちっちゃい打痕。はい。あと、ここも、ちっちゃい打痕、光の関係で見えませんかね。ここぐらい。あ、ちっちゃいの、ここにまで、ここ、そこぐらいかな。非常に綺麗。で、これ、ピックガード見てください。これね、来た時ピックガードがついてなかったんですよ。もう剥がされていて、これ当店で汎用品の新品貼ってます。はい、アジャスタブルサドルです。中のラベル、中にね、型番と1972って入ってますね。はい、フレットはね、そうだな、7割ぐらいでしょうかね、7割ぐらいだと思います。指板は綺麗です、ローズウッド指板。そしてこの、これは本物の回じゃないですね。 1フレットから入ってます。はい、0フレットがございます。ナット幅はね、約46ですね、しっかりあります。そして握りはね、もう最近はこんな太いのないですよね。しっかり太さも厚みもあります。太くて、そうだな、軽い三角かな、まあでも三角までいかないか、 U シェープと三角の中間くらいの、そんな握りですね。さあ、そしてヘッド、もう一度見ます。金属のくすみもほぼないです、綺麗です。これ天神版も、これ多分あれですよね、ハカランダです。春日のロゴも綺麗。そしてちょっと後ろにしてみます。ヘグのケースもすごい綺麗なんですよ、状態ですよね。さあ、こんな感じね、しっかり厚みもあります、太さもあります。ネックも綺麗でしょ、ほらネックも本当に傷ほとんどないですね。さあ、そして後ろ見てください、3ピースバックになっております。両サイドはからんだ5番、ちょっとね、うねりは正直そんなすごいわーっていう感じはないんですけど、まあ、よく見るとちゃんと、あ、なるほどなっていう、はからんだらしい、このほら模様が入ってます。はい、サイドもね、ちょっと暗いんでね、なかなかこう模様が、ほら木目が、あ、でもこの辺がいいですね、この辺とか。はい、傷は本当にそんなないですよね。これストラップピンは後付けですね。はい、でこちらもね、エンドピン、これジャック、これ前多分ピックアップつけたんでしょうね、これピックアップは中ついてません。はい、ちょっと置きます。さあ、そしてね、こちらヤマハの純正のハードケースなんですよ。こちらがつきます。ちょっと開けてみますね。
はい、こちらヤマハの純正のハードケース。まあ古いですけどね、70年代後期から、まあ、80年代くらいでしょうかね。しっかり磨いております。新越シリコンで綺麗になりました。開けてみますね。この当時のヤマハとかね、グレコとか、この色のオレンジの生地多かったですよね。さあ、じゃあ入れてみましょう。これ12弦ギターってね、普通のドレッドノートのハードケース入らないことは多いんですよ。頭長いんで。これ見て、ぴったり入りました。これはいいですよね。はい、ということで春日の12弦 T813 です。よろしくお願いいたします。はい、状態いいですよね。本当綺麗だと思います。ただね、問題は古い12弦現行ですね。一体どんな感じでしょう。6弦12フレット調で約ですけど、3ミリですね。ややギリ、もうやっとね、これアジャスタブルでギリギリ下げてるんですよ。もうこれ以上下げるともうテンション角取れないんで、もうギリギリです。まあ、正直これ以上下げたいって方ちょっと厳しいと思います。さあ、じゃあ早速、そうは言ってもね、古い12弦、ジャパンヴィンテージの12弦、どんな音するんでしょうか。開放弦で。めちゃくちゃ綺麗。指で弾いてみます。サンドフルマーウェイ。おお。ブリッジより。より、もちろんピックで弾いてみます。あの12弦ってね、やっぱ指だとね、まあ、爪ちゃんと伸ばしてる人だったらなんとかできると思うんですけど、僕爪で弾かないタイプなので、指だとね、こう一本一本ほら弾くわけじゃなくて2本セットじゃないですか。12弦ってなかなか指だと弾きづらいので、僕はピックで基本的に、まあ、これは自由ですよ。綺麗でしょう。昨日もちょうどね、BS で夜ボヘミアンラプソディやってましたよね。さあ、こちら本当にね、状態は本当にいいです。まあ弦高がね、もまあよく言えばもうちょっと下げたいんですけど、まあ3ミリに収まってるんでギリかなって感じですね。あの12弦ちょっとやっぱりこれも弾きたくなりますよね、やっぱゼッペリンのね。そういうわけで、こちらね、はからんだの12弦って、まあ意外とありそうでないですもんね。まして、そして春日ですね、今は亡き春日。さあ、こちらの春日の1972年製です。 T813、 お値段は先ほどのヤマハ純正のハードケースがつきまして、税込みで 39,800円です。よろしくお願いいたします。さあ、そういうことで今週もね、1週間ありがとうございました。まあ、明日の月曜日、火曜日と明日、明後日定期日になりますので、一つよろしくお願いします。そして YouTube の方はですね、毎晩頑張ってやってますので、明日も見てください。明日は恒例ですね、月曜夜8時は週刊ギターフロンティア、聞いてやってください。明日は何の特集なんでしょうか。実はまだ決めてません。今日、だいたいいつもそうなんですけどね、今、あの日曜の朝ですけど、営業前、この今日の営業が終わって、日曜の夜、だいたい撮ってますので、日中、仕事しながら考えたいと思います。はい。ということで、本日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。いいなー。